速攻インプレです、ワインディングをこの RC23V で走るのは実は今日が初めて、今までスペインのサーキットと、そしてエビスサーキットでですね散々攻め、たことがあるんですが、なんとワインディングに乗り出すのは初めてだったと、今日は普通にツーリングで、車そして二輪がたくさんとですね、一挙にツーリングしてきました。最初に乗っていたのは NSX だったんですが、途中から、まあ、ワインディングでこの RC23V に乗って、さあ何思うか、ポジションはねやっぱりね足つきはね全然大丈夫なのよ。足つきは大丈夫なんだけど、ステアリングの高さはねやっぱりちょっと低め、そうだな、1990年代のレーサーレプリカあたりを乗ってれば全然こんなポジションもね大丈夫なんですけどね、CBR1000RR よりやっぱもうちょっと低めかな、そんなですねポジションを持っていながらにして、ツーリングをするわけですが、やっぱり出力はですね70馬力に抑えられて、回転もまあ6000回転ですかね、ちょっとハイペースにしようかと思うと、回転リミッターは効いてしまう。馬力的にはね70馬力そんなにね遅いとは思わないですよ。あのとんでもなく飛ばしたら別ですけど、ワインディングを流すレベルであれば、70馬力自体は、まあ、扱いやすい特性でいいな。ただし回転だけよく見てないと意外と早めにレブに来るなっていう感じがしますよね。どんなところがいいかというと、まあ、質感、上質感、乗り味、足回りの硬さとか全然感じないしね、路面のギャップの追従性とかいいし、タイヤのグリップ力もいい、そしてなんといってもこの操作感ですよね。シフトフィーリングとかね、ブレーキペダルの操作性とか、アクセルクラッチペダルのこの操作性とかね、そういった上質感がまあやっぱり素晴らしくいい、そんなところをちょっと感じながらねワインディングを流していると、まあすれ違う人すれ違う人、まあみんな見ていく、駐車場に止めればみんな見ていくと、まあ、そんなところを楽しみながらですね RC23V に乗るのはいいんじゃないかなと、ただやっぱり、このマシーンですね、本当はワインディング街乗りだけではですねもったいないなというのは正直なところですよね。もし私が買ったらな、買えないですけどね、そうそうね、もし私が買ったらね、やっぱりこうやってちょっと普段、ツーリングに使ってねこれ見よがしに、目立つだけ目立ったらですねやっぱりキットパーツを買って草レースに出てみたいなと。あの本気のレースはねもう大変なんでいいですけど、許される限りの、何でもありの草レースがあったらですね、そこでキットパーツつけて走ったらそりゃ楽しいだろうなと思いますよ。これはね、まあ、スペインでねキットパーツ、まあ、フルキットのね、215馬力仕様っていうのを乗りましたけど、そりゃもうねタイヤその時スリックタイヤ履きたい、そういうのも許されるのであれば、ぜひですねそういう楽しみ方をしたいなと、バイク乗りの男としてはですね、まあ、23V をこう手に入れてね、ガレージにしまい何に使おうかなって、思い凝らしている時はですね、至福の時なんじゃないかなと思いますが、なかなかそうはいかないだろうなと、思うんですが、まあ、そんな使い方をしてみたいなっていうのをですねツーリングをしながら、のんびりしながらいろいろと感じていると意外と幸せな気持ちになれます。まあ、そんなのがワインディングでのインプレッションでした。NSX のインプレッション行ってみたいと思います。今日はですねワインディングを走ってみました。どんなところがすごいか、2300万もするですねスーパーカーなのに、ハイブリッドスーパーカーなのにあまりにも乗りやすい、普通に走ってくれます。エアコンがっちり効きます。左右の見通しも周りの見通しも良くてですね、まあ駐車場に止めるとかね、ちょっと車高の低さだけはもちろん気になりますよ、あの止める時にね。でもバックカメラもあるし、とにかくですね普段乗りがあまりにも乗りやすいですよね。これはですね、なんて言うんだろうな、まあホンダの、まあ、考え方っていうんですかね、あんまり派手な演出をせずにまず普通に乗りやすくするっていうところが始まってますよね。ドライビングポジションもまあ本当にですね、シートの包み込みから、ドライビングポジションを取った時のその落差加減ですか、あんまりタイトな雰囲気はしてないんですよね。だけどしっかりスポーツカーの、ちゃんとドライビングポジションを取りながら優雅に乗れて、だけどねこの窓の見切りとか本当にミラーでしょ、それから後ろも後ろの左右も見切りがいいかな、
そういったところが普通に走らせてくれる。そして、もちろんね、ハンドリング、エンジン、ブレーキなんかね、こんなに大きなカーボンブレーキついてって、本当にね、初期タッチとか街乗りの、あのブレーキタッチとか大丈夫かなと思ったんですが、全然普通にですね、やんわりソフトにブレーキを効かしてくれる。エンジンは当然のように、クワイエットモード、そして、スポーツモード、スポーツプラスってありますけど、まあどれをとってもおとなしく走ろうと思えばゆっくり、ちょっとスポーツプラスにするとね、排気音量が最初から高くなりますけど、でもそれでもどのモードからでもですね、全然ワインディング走りやすいですよ。当然開けたらものすごく速いですよ。でもそれはね、サーキットの方でね、そういうね、開けた時の動力性能っていうのはね、ちょっと見たいと思うんですが、まずはストリートワインディングをちょっと流しているレベルで、非常に乗りやすいなと。ちょっと残念だなと思うのは、せっかくモーター使ってるんでね、モーターだけの走りっていうのをね、もう少し堪能したかったなと。街乗りもひっくるめてモーターだけで走る時間ってね、ほんとちょっとしかないんですよね。ほんの少し60キロ首都高速で60キロぐらいで流してると、たまにモーターだけで走ってることがあるんですが、ちょっとアクセルを開けるとすぐにエンジンがかかってしまうので、モーターだけで走ってるような雰囲気っていうのがもうちょっとあったら、スーパーハイブリッドカーとしてですね、もっともっとこう楽しめるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そんなところは、本田さんはですね、ハンドリングを重視したマシンをまずは真っ先に出したいんだな、ハンドリングとスポーツカーのこう先進性出しながら、だけど普段乗りをさせてもらえるっていう作り方をですね、一生懸命してるんじゃないかなと思います。横にね、たまたまこの RC23VS、オートバイの中では最高峰ですよ。こちら2190万しますが、これも乗りやすい、普通に乗れてしまう、 MotoGP マシンとは思えないように普通にワインディングを走る、ポジションぐらいかな、ちょっときついのはね。だけど後の、ブレーキ、刺す、足回り、等々全て柔らかめに作ってあって、だけどね、そのまんま、キットパーツ ECU をつけるだけで、ちゃんととんでもない、MotoGP をやってるような走りができるマシンを市販化できるっていうのは、まあ、ホンダの凄さじゃないかなと思います。
さあホンダのこの2台、新型の NSX、 そしてですね RC213VS、この2台をですね今回使ってストリート街乗りツーリングをしてきました。そしてそのツーリングからそのまま富士スピードウェイに持ってきて2台をですね富士スピードウェイでテストするという、まあ、なんという贅沢なですね、使い方をさせていただいたんでしょうかね。もちろん皆さんに買ったんじゃないかって言われましたけど、まあ、買ってはいないんです。今回はですねテストのために使わせていただきました。サーキット走行なんてちょっと邪道かなっていう思いもした、RC23VS のですね日本国内仕様、なんといっても馬力的には70馬力に制限されていると。なぜ70馬力に制限されているのか、当然ですねむき出しの車両で走るなんていうことはですね到底できる代物じゃないです。なんといったって、MotoGP 譲りのね、215馬力をたった180万円ぐらいのキットパーツを装着するだけで、その MotoGP みたいな走りになってしまうマシンを何も、215馬力で出さなくてもいい、じゃあ180キロリミッターがついてればいい、じゃあ150馬力にすればいいのか、まあ、ヨーロッパは150馬力なんですよね。で日本の場合は100馬力なのかっていろいろ考えてみても、まあ、本来70馬力あればストリートなんて本当は十分ですよっていうのが確かなところなんですよ。制限速度っていうのがありますからね。じゃあ70馬力で、さっきと走ってみるとさすがにですね回転数がですねもうちょっと使えないといけないなと思ったんで、サーキットに来れば実は本当にこれ RC23V 買った人には誰でも手に入る、HRC のキットパーツっていうのがありますから、そちらを組んでいただくと、ちゃんと215馬力、MotoGP マシンそのまんまが、まあ、230、40ぐらい多分出るんじゃないかなと思うんですが、まあ、それと同等の馬力と、あと何といっても軽さがですね同等なんですよね。キットパーツ組むと160キロ台、乾燥重量でですよ。MotoGP マシンも、レース終了後の乾燥重量でいうと、158キロ、2キロぐらいしか実は GP マシンと変わらない軽さを持っている、そんなマシンをストリートで乗れるっていうようにしたマシンがですねこの RC23V なんで、オートバイの夢を持つ人だったら所有してなんぼ、まずは家に置いておきたい。そして私はね必ずキットパーツは買ってほしいなと思います。キットパーツを持つことによって、MotoGP マシンそのままを手に入れたっていう証拠をですね持っているのはもう使わなくてもいいかもしれないですよ。ストリートで GP マシンになってもしょうがないですからね。ですから、RC23V そのままと、キットパーツを買っていただいて、本物を所有している感をですね醸し出していただければいいんじゃないかなと思います。そして NSX、スーパーカーですけどハイブリッド車両ということで、フロントに2つのタイヤにモーター、これ別々に設置しております。リアにエンジンとモーター、3モーターで走り方をですね、ちゃんとハンドリングを見るという形で、フロントの2モーターに関しては、まあ、回転差を生むのでね曲がる方向の反対側を、まあ、大きくねこう回すっていう形で、非常にですねハンドリングを重視したマシンになってるんじゃないかなと思いますよ。車重がね 1.8 トンぐらい、ブレーキローターを120万円のブレーキローター、カーボンブレーキローターを入れると20キロは軽くなるんでね 101.78 トンあるんですが、実際に乗ってる感じとしてはものすごいハンドリングがね軽く感じます。そんなに重たいんだ、なんかねロータスとかそういうの乗ってるみたいに、1.12 トンぐらいの車両なんじゃないかなって思うぐらいなんですけど、でも馬力は、3.5 リッターV6 ツインターボで約5、エンジンだけでいうと508馬力、そして、3つのモーターの馬力を換算したして、約600馬力近くですよね。580いくつだったかなそんなマシンをですね、ついに本田さんが出してきたということで、乗ってみるとねサーキットもね素晴らしいな、ハンドリングをですね非常に重視してるって思いますよ。さっきのその3モーターのね使う意義っていうのは、まあハイブリッドというね今時の車両はまあハイブリッドで行かなきゃいけないんじゃないかっていうことをホンダは考えてると思うんですが、でもそのハイブリッドも単なるエコのためではなくて、あくまでもハンドリングをね、うまく作り出す、何が素晴らしいかっていうと、大体近頃のハイパーマシンは完璧な四駆になって、コーナーリングになるとね思いっきりでかいブレーキでドーンって止めて重たい車両を
ゆっくり曲げてまっすぐ向いたらアクセルバンって踏めば4つのね、ホイール加速がね思いっきり加速してタイムを出していくって形になるんですが、このホンダの場合はねちゃんとコーナリングをちょっと上げていかないといけない。パワーだけで、タイムを出そうとしてない、リア駆動をね思いっきりかけていくと若干ねこうオーバーステイが少し出るんですよね。もちろんステーリング切っていってもフロントにしっかり食いつかせていくとリアのちょっとオーバーステイが出るんですが、そのオーバーステイをちょっとアクセルワークでねコントロールしながらいくと気持ちよくコーナーを出ていくというですね、これであれば何もねストレートのブレーキだけドッカンドッカンって頑張るんではなくて、やっぱりコーナリング速度を上げて楽しもうという感じがすごくね感じてきます。これはね、僕の好きなロータスという車も同じです。やっぱりコーナリング速度を上げてってタイムにつなげていく、まあ、コーナリングの面白さを車で楽しもうみたいなね、馬力ももちろんあるんですが、しかしやっぱり大事なのはスポーツ性、コーナリングを重視しているというのがですねこのマシンに組み込まれているような気がします。ヘアピンにね入ってってちょっとブレーキハードブレーキから入ってた時にリアがスッて出始めたのをコントロールすると、この富士スピードの上のヘアピンでね意外とアウトアウトまでねちょっとこうアクセルを踏み切れないでと思うんですけど、うまくグッと踏んでいくとリアをきれいに流しながら最後のね縁石の方まで到達していくというですね、俺もしかしたらコーナリングというか立ち上がりが上手くなったんじゃないっていう感じがさせるんですよ。何もね、ABS とかトラコンがねガンガン効いてしまって走るんではなくて微妙なコントロールをちゃんとですね楽しませてくれるという形でした。そしてカーボンブレーキすごいね、富士スピードウェイのあんまりねなるべく使わないようにしたんですよ今日は。いろいろね消耗品が出ちゃいけない、タイヤがね減っちゃうといけない、だから、2,3 周の中でね思いっきりストレートでブレーキしてみましたよ。すごいブレーキのね効き方がなんつうんだろうな、普通どんなマシンでもドカンと踏むとやっぱりドカガガガッとこういう感じがするんですよね。すごいなんかブレーキとタイヤが戦ってる感じが、でも思いっきりね270-80ぐらいからかなドンって踏むとね真綿を締めるとかっていうんじゃないの、電車の電気モーターのブレーキがウィーンってこう効く感じね、本当にそれをウィーンって効く感じがスーって伸びちゃうんじゃないですよ、シューシューっとこうね減速時を生むみたいなね、そんなブレーキのねパフォーマンスを、まあ、120万円のオプションで、まあ、入れられるという、まあ、そんなところもですね NSX のすごいところじゃないですかね。さあホンダの RC213V と NSX、現代のスーパースポーツマシンとしてですねホンダは一体この2台をですね出して一体何が言いたいのか、そうですね一時期は非常にホンダさんもおとなしくしていた時代がありますよね。オートバイに対しても、各社スーパーバイクとかフォーストロークでねどんどん行く中、ホンダはやっぱり楽しめるマシンをつってね馬力だけを追い求めずに、行った、1000cc のスーパーバイクの時代があります。なかなかですね、スーパーバイク実際のレースの中で、勝つに至っては非常に難しいところなんですが、でもそこでおとなしくしていたのに急にこんなですね2200万もするようなオートバイをですね出してくる、そして実際に出せる馬力は本当に MotoGP のような馬力を出すマシンをそのまま、提供している、かたや、2370万で、あまりにも普通に乗れる車なのに本当にハンドリングを楽しめる車を出している。ホンダは今何をしたいのか、余裕があるわけではないと思うんですが、やっぱりオートバイと車に対して常に夢をですね与え続けたいなっていうのがですね、私がそのホンダの今の意向に見て取れるところ、だけどその夢というのはね派手さで見せるんではない、本当に素晴らしいものを誰の手にも、渡せるようにっていう、だって RC23V だってすごい乗りやすいんですよ、とてもとても MotoGP マシンそのままウインカーつけちゃいましたミラーつけちゃいましたつって乗ってるような感じではないんです、そのぐらい乗りやすくちゃんと作れる。そして NSX もハイパフォーマンスハイパーマシン、そしてサーキットを走った時のハンドリングを楽しめば、とてもですね、スーパースポーツマシンとしては素晴らしいマシンをあまりにも普段乗りやすくちゃんと作ってくれる、そんな真面目さがですね、
まあ、海外のスーパーカースーパーマシンとは違って派手さとか馬力だけとか、実際にストリートを乗ってみてもうわなんだこれっていう思いをさせながら、これがスーパーカーですよとか、これがスーパーバイクで戦ってるマシンですよみたいなね、ちょっとギクシャクした乗りにくさとか、音の派手さを演出するでもなく、あまりにも普通に2台とも乗せる、これがですねホンダのすごいところなのかなと、ちょっと派手が好きな人には物足りなく感じるのかもしれないですよ、特にね RC23V の国内仕様70馬力にはって思っちゃうかもしれないです。だけどキットパーツ組んでみてください。絶対扱えるような代物じゃない。いや俺は扱ってみせますよそれでも。だけどね、本当にキットパーツを入れてしまったら到底普通の人が、楽しむ領域をね、驚愕してさらに上の上の本当に世界で選ばれた人にしかですね、本領発揮できないようなところまでパフォーマンスあります。だけどそれを普通に乗せます、そして NSX も、素晴らしいですね。今の技術の、ハイブリッドを駆使した中でのハンドリングが楽しめる、本当にみんなに楽しんでほしいと思われるスーパーカーをですね、全世界海外のメーカーもひっくるめてホンダが提唱するのは、こういった乗りやすさ、ハイブリッド、エコー、そしてパフォーマンス、すべてを今の時代の表現の仕方をしたというのが NSX じゃないかなと思います。2台を乗っていてですね、なんて幸せなんでしょう本当に。またですね、なかなか自分で買うわけにはいかないんですが、この2台をねまた走らせる時があったらそれはそれでですね、今までモータースポーツをやってきた中で、本当に至福の時を過ごせるなと思います。またもう一度この2台を走らせてみたいなと心底思いました。